も無理なんやさちょっと一瞬やっぱり肝っていう言葉が出るっすね肝出る肝ちょっと出ちゃうっすねちょっとキモい目やったニュルってしとるっすよそやろなんかバイクが生き物みたいでキモいですあれぐらいで入ってくといいやけどまあとりあえずお前の練習やでこうこれなはい多分結構前に乗っとうもんで前がすごい入ってくはずなんやああ、まあ、まだあれかな俺のタイヤが多分冷やかいもんでかなこんな切れ角多かったんですねこいつもそうで基本はもうなんていうのこれぐらいは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 いもうなこれで慣れてしまうとせやけどその普通の乗り方怖いなあおっきなカーブぐらいでさはいはいはいまあでもおっきなカーブ後ろにこうやってして入れたらだけですもんねそう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 どうするんですか基本はあれかなこんな感じかなこう、こうじゃなくてこう曲げてねうん背中曲が直立しとると曲げりやすもんねそうだよってちょっと偉いなこうなるもん偉いですよね曲げとるここでこうなるもんねはい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 なんかだから今まで以上に腹に曲がっとるっすねあそう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 スタイルが攻撃的っすねそうやな結構攻めとるみいまいちようわからんすねあー切り返しはな切り返しはこうアクセル抜いた瞬間にこうふわってこうあー一回抜くんす軽くそうそうそう多重行為乗れけへんでさあーはいなんかあれっすねケツそんな力入れとるっていうよりちょっと浮き気味ぐらいなんすケツっていや一応乗ってるよ俺はあ乗っとるっすじゃあ別にそんなにこうケツずらしてっていうほどはせんでええんすせやねこう立てた時に体がなっつくけど勝手にこうああはいはいはいそれぐらいでこうああこうやってはい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 これどんだけ寝とるか本当わからんせやろこける感は確かにないっすけどないやろないっすけどなんか怖いですねどんだけ寝とるかわからんのが怖いですねあまあそれはあるなまあ別に後ろでもいいんやけどあはいはいはい後ろやとなちょっと後ろ取ると曲がりにくいんだなやっぱりなあまあそうっすよねああそれが難点かな、はい、基本はこれでこうこうこうはい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 まあ緩かったら足で押さんでもええでさはいあ曲がるっすもんね全然うん全然曲がるやろまでこれをなこう出すとちょっと曲がりにくいっすねやっぱなあはい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 あ道にゆっくり大きくそうそうそうゆっくり大きくは曲がるんやけどはいまでこうはいけどこれも前行きゃ行くほどよう曲がるかってあーまあそうっすよねこううんなんかどんどん体が前に前に前傾姿勢になるんですけどそうやろでこう
こんな感じ。お前なんかバンクセンサーあったらわかるじゃん。あー俺らはバンクセンサーがないでさ、はい、バンクセンサー揺れめれへんでな。バンクセンサーって言うほどのもんでもないっすけど、でも僕のも。でもあれですね、道の真ん中っていうかライン関係なく走るとだいぶ走りやすいですね。そうやろ、あれライナーが動かへんやん、だって動かへんすどうしようもないっす。せやね、こう、なんていうかな、こう乗ると勝手に曲がってくれさ、はい、それ以上曲げたい時だけこう押すって感じかな、こうやって。あーあー、はいはいはい、危ねえ押す、普通に曲がってくやろ。押すとえらい勢いで曲がりますね。押すときはもう速い、速度が速いと曲がらへんもんね。ああ、無理くりこう押し込んでくって感じで、体入れ込んどんのと似たような感じですよね。そう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 。ああ。基本そんな感じやな。俺のなんかこれはもうそのボタン乗りでセッティングしてあるもんさ。はい。後ろで乗るとこう跳ねるんやって感じ。ああ。だって難しいんやけどな。はい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 。でもアクセルワークとかすげえ楽っすね。そやろ、余裕あるやろ。何も体のことだけ考えといたらいいですもんね。そう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 。あーこう出すより、はい、こう前出した方がいい。はいはいはい、前出すとよう分かる、バンクが。あああ、そうっすね、こういうのは強いっすね。ああ、振り返しが偉いだけでさ。はい。だけど俺のバイクはでかいもんで偉いだけで、あのハスカーと楽やでな。ああ、まあ軽いっすもんね。そう、こうこの前ですし、はいはいはい。普段は別にこうまっすぐ立って足下ろした位置で座っとってもええんやけどな。はい、あれワンテンポ遅いもんね、やっぱな、中途半端な位置。ああ。そやもんね、俺は前へ乗っとるだけで。あ、ほんと、体から入れていくとなんか、遅いっすね。そやろ。はい。あれもう同時にこうパッて寝かしてからさ。はいはいはい。はい、どっちかやったら白バイ乗りに近いんかな。ああ。こうちっちゃい速度で回れるさ、半径、はい、一概にどっちがいいとかあかんわねえけど、これ黄色いの行ったら行こうか。はい、以上にあれですね、低速っていうか、なんかギア比がこう上げやんでも全然回れますね。そやろ、あれあんまり高回転で回してるとケツが流れやすくなるんですか。あ、はい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 、なんかわかります、ね、その辺はもうちょっとこう、まあ、神経用で落とさへん分そのまま稼げるのかな。あー、特にこの400やとパワーがないでさ、はい、突っ込みが速いとかまあ速いとっていうか、まあ、突っ込みが落とさへんとそのまま出てくわな。あー、ほんまそれぐらいの違いやけどな。これでここのこの右カーブ結構深いけど、はい、なんていうかな、まあ言うたら普通だとアウトインやんか。はい、まああれもこう一緒の向きでさ、こう見たらほんまこう、あー、なんていうかな、アウトからインに移動じゃなくて、アウトからインに切り込んでいく感じかな。はい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 、こうゆっくり変わらんと斜めに走っていく感じかな。
ーはい、そうっすね。これがなんか、なんていうかな、こう前で D グリップだけしといてコーンみたいな楽っちゃ楽だよ。楽ですよね。うん、仕事は少ない。はい、なんすかね、ギアチェンジほとんどいらんっすね。そやろ、今日前行く。はい、すげえ滑っとる。なんかバイク蛇みたいにくねくねしてますよ。ああ、はい。ああ、おお。あれアクセル抜いたもんね。あアクセル抜かんならないよ。ああれがさ、それでリアブレーキ踏んどるとさ、あんな風にならへんねんって。はい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 。いやちょっと慣れるまであれですね。ああでも体入れ込むよりいいんかな。楽は楽っすけど、慣れるまで本当左足
足を、外足をポケットをちゃんとしとかなかった。はい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 。外足一本で。そう、外足のバンクを押さえろ、ステップ踏んで。ああ、はい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 。まあね、今のでもさ、はい。全然飛ばしてないけど100ぐらいやったもんね。あ、そうなんす。俺今の俺だって105ぐらい。もうなんかどんだけ出てるか分からへんのっすよ。ああ。お前らメーターが近いでな。はい。でもでかいカーブ確かに怖いですね。あ、慣れるまでな。今どのライン走っとんのか全然わからんのっすけど。あ、それは簡単やな、あのフロートタイヤみたいな。ああ、はい、前の音で大体わかるやん。はい、これフロート軸見ながらこう。ああ、軸見ながら後ろやとさ、はい、多分これ俺は真ん中が軸なんだけど。はい、だけど前乗りやともう前が軸やもんでさ。はい、フロートのこのヘッドライトが向いとるところへんが大体センターや。ああ、まあ、あんまりこうなんていうかな、旋回するのもこのヘッドライトと軸の間が中心ぐらい、はい、ああ、じゃあ思ったより別にライン出とるわけではないんか。そうやな、これオートレアともうこうやるさ。はい、これやとなんつったらいいんかな、こうどっちへ行っとるかっていうのが分かりにくいな。ああ、俺はいつはへその真ん中ぐらいやと思うんやけど。はい、まあ、それがこう前乗りやとさ、はい、自分とお尻の前、ね、言うたらヘッドの前ぐらい。ああ、が芯になるもんでだいぶ違うよ。はいはいはい。で、あとはハンドル、なんか今寝とる感じがわからんので横払いされるんちゃうかみたいな怖さはあるんですけど。ああ、じゃあアクセルを出たったら、はい、足払いされへん。ああ、アクセル抜くとさっきで俺が蛇みたいになるみたいでさ。はい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 。あれこう抜くもんでこうやって曲げたランダってなった時はだからもう押し込むしかないんですよね、こう。いや、曲げたランダはこう下げてきゃいいんですよ。あ、下げてきゃいいんですよ。ああ、ハンドルを押さえてたでそれでもちょっと微妙なのとアクセル前傾に全部ちょっと戻したる。ああ、軽く。そう、ほいであんまり開けて入ってかへんかな、流れるけど。ああ、そうなんす。はいはいはい。オンロード折りやとさ、開けると流らへんやんか。はい、ああ、はい。オフ取りは別に開けとっては曲がってくでな。ああ、そうやけど前傾やと逆にトラクションが抜けるまで怖い。ああ、はい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 、そうですね。ゼロやとオフのプロやとはええけどさ、はい、前やと後ろはタイヤにあんまりかかってないもんさ。
はい、三択使うわけさ。はい。全然大事じゃん、全然が。ああ。ボートルール全然大事じゃん。はい。周りよりも何よりも道見とかなあかんすね。はい、逆に言うと、もうちょっと他から入っても守れば守れる。はい。あが足らんだす。あれ、曲げが足らんってことは多分その速度より甘そうでさ。あ、はい。なんていうかな、ちょっと押してこう、押してく感じだよな、パンチ。ああ。あれ、なんやろな、多分ハンドルに力入っとんじゃん、お前。あ、はい、入っとるっす、今。ハンドルに力どこなんかね。ああ、こうさせてくださいでさ、下へこうやって。はい。スーッて下げる、はいはいはい、グリップ握っといて、はい、イン側の手をこう下へ下げてて、右体まっすぐにしといて、このスーッて。ああ、はい、そうや、こうこんな感じですかね。ああ、そうや、曲がるす曲がるす。それでこう腕が張っとるでさ、はい、腹へんようになるべく前へ。ああ、はい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 、なんでこんな感じ。バイクに意識さしとるとあかんっていうんですかね。行きすぎて。こういうたら、腕はフリーで、はい。ほんとこう、曲がりたい方を見たら、外足だけちゃんと押さえといたら、勝手にこう。多分、バイクにばっか意識いっとるであかんのっすね。あ、そうか、そうかな。U ターンするわ。はい。
前にですよね。もっと前、うん、こっちの中にみたいに前やで。はい。あでもわかる見とって、あ、こんな感じみたいな。あん、さっきその言われてからこうちょっとわかったかすかね。ああ、いや別にそんな何かが変とかじゃないんやけど、多分なまだ感がつかめてないもんな。あ、多分それは思うす。ただ2回ですかね、こう入れてこうしてグイって曲がった時はすごいあれですけど。ああ。最後の一人もそうだよね。違うんちゃうす。え、違うくても振ってけよな、手振っとって。あれ、ちょ、ごめん、手袋がやばい。熱い。どうやろうな、聞こえへんやと。こんな感じなんじゃこう。あで、体だいぶ出しすぎとったんですね、外に。多分な。ほんで、なんていうのかな、基本はこう、体っていうか、多分頭だけ動いて、肩がそのまま張っとったんであかんんですかね。そうそうで、こう。もうちょっとこう、だから、体、ボディアクション的にこういった方がよかったんですね。やはり、ここが多分張ってくるじゃん、お前だと。あ、はい、そんな感じです。こうなるちゃう。あ、はい、そうっすよね。こうか、体ごとこういっとるっていうか、こうハンドルに対して体が平行っすよね、こう。そうそう、ほんとケツだけはこのシート、はい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 、まっすぐやでさ、これでこう横向くやんか。はい。これでこのままこう、こうなるちゃう。はいはいはい。多分だから、僕がこうなっとったんじゃないですか。じゃなくて、こうってことっすよね。そう、ある程度か。はいはいはい。多分一番そこが大きな感じっすかね。乗ってみて。なんかな、ほいで、若干軸がな、違うだけなんやって、あとは別に一緒やで。そうやで、ほいで足出した方がええな、多分。はいはいはい。あ、足でバランス取るみたいな感じなのか。足でバランス取る、あー。で、外側のお尻と、はい、出しとる足でこう言うたら矢印みたいにしてバランス取るみたいな感じ。あー、深い時はそれから上半身だけイン側へ、ケツは一緒の位置で上半身を落としていくのか。はい、それぐらいしか違わんねんけどな、うん、基本はな。はい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 。あれ、俺が気をつけとるとよう分かるんやけどな、強兵のあれが。
はあ。何がってそんなにめっちゃは違うんだけど。いやでも多分その上肩っすかね、うん、肩が思いっきり違ったっていうのは大きかったっすかね。ああ、やっぱりなんていうかな、コア入っとっちゅうよりなんていうの、そうやな、コアじゃなくてフォッと入るだけなんやけど、こっちの腕が楽で、はいはいはい、でこっちの腕も楽でって言ってくると多分前行くやんか。はい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 、こうなってくるっすよね。そう、その位置が大事なんかな。ただあんまり逆に前も行かんでいいし、はい、ちょっと手が緩むぐらい。ああ、行き過ぎとんかもしれんすね。じゃあそうそう、でもその体勢は俺飛ばしとるときはそうなる。ああ、だから飛ばさんでも曲がっていくやんか。はい、まあそれはその時はほんなに前行かへんかな。ああ、はい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 。あれ、これどうしたらええのこれ中がめくれとんす。うん、どうしたらいいんやろ。もうその手袋今日熱ないっす。熱いんやけどさ、どうしていいかわからんぐらいこれえ、一回広げてこう手入れやなかんのチャンス。いや広がらんとさな、広がらんねやけど。広がらん、なんこれ手がめんどくせえやん。え、ああ、なるほど、わかる、これわけわからんことだったの。これ中にダンボになっとるわそれはだかんすよ、これもうくちゃくちゃすもん中な。あ、なあ、なおったな。一回抜いて全部入れ込まなあかんすね。ああ、なんでこれ。でも基本ほんまあんな感じやで。まだ慣れてないで、多分違和感があるだけでさ。はい、慣れてきたらいいと思うんやけどな。ん、なんでここまでが入るのにこっから先が入らんの。あ、これ30になったんすね、これ。あ、そうなん。はい、一番下だけじゃないんや。そら、暑いし、すごいなこれ。真冬用やし、すごいなこれ。俺だって今これ来た、ちなみにカッパやで。ただの甘かったやで。これ入らへん。これ入らへんやろ。30になっとるもんで。この指がまだだけで。うわ、俺あと小指だけやげ。あ、治った。治ってないな、これ。これベビーパウダーかなんか手につけてやった方が良さそう。なあ。中で手が滑らんと無理っすよ。なひにこったんです。ママな。ああ、来た、好きです。これオッケーです。うわ、マジか。俺これ小指だけいかへんねんけど。これ脱ぐときにちゃんと指一本一本抜かな。あかんすね。あ、もう入らへん。なんなんだこれ。これどうすんだよな。え、多分手汗かいとったらダメですよこれ。あ、やっぱ。やっぱ。うん。ナイロンと一番外側の革とナイロンとこのほかほかで30になっとんで。ああ、どうしようもないやります。なんでこれマジで。前ちゃんとなってるのかなこれ。ああ、すっげえこじっとる。めちゃくちゃこじりまくっとる。こじり倒してる。何それ言うたら、こじっとるやろ。
1個目と2個目のグローブが中で干渉し合ってぐっちゃぐちゃになってます。ああ、もうこれマジセンスないじゃん、こういうの。やっぱ、やっぱ指入ってかへんもん。だいぶやばいっちゃう。やばい、マジで。あ、来た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 。お前、お前、すげえな。全然俺行けへんねん。あー、来た来た来た、オッケーオッケーです。これ相当脱ぐとき気使うっすよ。なあ。なあ。ちゃんと指一歩一歩ちゃんと。やっぱり。やっぱり。ずれる。今日めっちゃ多いな。多ないっす、ほんと。多いな。ここでもか。お。何あれ。2代目のやつ、後ろが2代目。はい、あれ、ホンダ、ホンダ。ああ、ホンダのオートマや。あ、オートマっすか。あ、650だったかな、あった。確か63。まあでもこの乗り方は出だしの加速感が本当に速いっすね。ああ結構いってるやろ。はい、いろいろ気は使わんでいいですけどね。ああ、ここが大きいな。道路の方向に水平にこう向いとると全然怖ないですね。あで、肩が残って今までみたいにこうやってやっとると、あ、俺怖いよ。それが多分一番あかんないと思うんですよ。 あとはもう細かなその足のあれとかそんなんあるんでしょうけど、そうやな、多分一番そこっすかね。こうやってやっとると何も、肩っていうか自分自身の向きっすかね。今までこう頭残っとったじゃないですか。あれと多分全く一緒っすね。あ、危ねえ。いや、軽トラが突っ込んできた。
はいはいはい、開けっぱなしにしようと流れにくいから。そうですね、はいはいはい、ハンドルでこっちやな、はい、これなるべく抜いて、抜いたの方がいいかな。うん、あ、ほんで体入れやなあかんのっすけど、体っていうかこう肩みじん向けやなあかんじゃないですか。うん、体入れ込みすぎとったっすね、中に、陰に。そうね、ある程度調整しないかな、自分で。はい、多分そ、ね、それがおかしかったんですね。ああ、そういうことな。こう、こういうところでも、こうやっとったんで変なんでしょうね。ああ、そうやな、まあね、どっちかと結構ラフやよ。ですよね、こう、ほんとこれでええんすね。うん、こうあんまり張らへん方がよう曲がるから。はい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 。でこうじゃなくてもうなんかダラーとこう。ダラーと、はいはいはい。ダラーとなんていうかな、せっかく滑った時にさ。はい。あ、固まっとると。そうそうそう、もうでモーターのあのなんていうかな、あくまでこう下半身はホールドしとかなあかんけど。はい。上半身はもうフラフラやな。そうやないとこのこけやすいっていうかこうなんていうかな。あれがリカバリができはんのっすね。そう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 、ちょっと偉いかな、リカバリーするのが。でもどこなんですかね、今日ゆっくり走っとったっつってもあれですよね、前なんか一緒に走っとった時よりちょっとペース速かったですよね。速いよ。いや俺がこうやって落としてなくなってる。で別にあれですよね、ある程度見えるところおったっすもんね。そうそう、じゃあ結構早いんすか。早いよ。あれお前の距離が近いとさ、メーターがメートルほど見えへんだけど。見えやんすよ。メーターだけだこんなことない。遅いこともないで、遅いこともないですけど、今までやったらこう走っとるじゃないですか。である程度自分で攻めとるの分かるじゃないですか。なんでどれだけ出とるっていうのがメーター見てなくても分かるんですけど、それ分かりにくいな。気抜いて走っとるもんで分からんのっすよ。ボソボソ。あ、そのせいや。でもちょっと減っとるやろ、少とるやろ。で、あったかいっすね。うわ、ほんとほんと。どっちか言ったらリアなんかどうでもいいけど、ポイントが大事かな。強兵なんか今これピレリやんか、はい、俺だと身を変わらへんさ。これがほいで、あのさっきのハスクのタイヤとかやると怖えんやって、もうガンガン前かけてかな、なんていうかな、こうはきちっとブレーキかけやんと、はい、パーンって取られる。あ、これが言うたらこう俺らのタイヤやと、これがない分、はいはいはい、なんていうかな、滑りにくいもんで向きが変わりにくいのはあるけど、でもあのグネグネしとる時はちょっとずつ滑っとるでな俺。あ、あとこうなっとる時は、はいはいはい、はい、で、まあ、まあまあまあ別にそんなもんかなみたいな。でもあれっすね、確かに前あれるっすもんね。うん、